知恵袋でこちらのご質問を見つけました。2つのテキストファイルから1行ずつ読み込み、アウトテキストに書き込む、どう書けますかとのお尋ねなんだけども、プログラムを、ね、このようにお作りになっているということで、こちらのプログラム、コンパイルはできますがアウト テキストに書き込まれませんとの相談です。ビルドしますよ。エラーが出てます。9行目のエラーなんですけど、初期化されてないローカル変数 i が使用されます。 while i が3よりも小さい場合にぐるぐる回りましょうってことなんですけど、さて i の値っていくらですかね。ここにありますね。この状態で i にデタラメなデータが入っている。そのデタラメなデータが3より小さいかっていうとちょっとまずい。なのでこれ i が3よりも小さいというのが何を意味するのか。それはこの入力ファイルが3行ありますね。3行分読むということなのかなという気はいたします。そうしますと、例えばこうする、 i が0ね。そうしますと3より小さい、確かにそうだね。ただこれ3より小さいんだけど、 i がいつ増えるんだろうかと、そこちょっと問題になりますね。これ増えない。そうすると次回もこれ回ってきても0のまま、ずっと0、無限ループになってしまいますね。そうしますと、これはこれもだからいろんな修正方法を考えられますけども、このようにすれば1回回りますとここに来ますからね、プラスプラスされます。1になりますね。で2になり3になり3になりますと3より小さくはないので終わりということで、3回処理されるということですね。はい、これでこの変数 i に関しましてはいいんじゃないかなと。で次、12行目、こちらも初期化されていないローカル変数という、はい、12行目、 fprintf ですけども、イヤー、マンス、デイ、年月日がね、初期化されないまま使用されているイヤーの変数ここにありますが、値がまずデタラメな状態で用意される。そのデタラメな状態のままですね、値をここに出力するとなっています。これはまずいですね。ではイヤーに何を入れる、このプログラムとしては何を入れるというのが正しいのか、そこを一つ、推理をいたしますとね、インにテキスト、ここはどうも年月日が入っているように見えます。イン1テキスト、これは字分秒が入っているように見えます。そしてイン、ここちょっと名前ね違ってますよ、この名前は直しますよ。こうin1 テキストからは字分秒読み取っている、ここですね。でこの in2 テキスト fp2、 これも字分秒となってますね。ここ違ってますね。なんで、ここをいやマンズデイとこう直す。それからここ違いますね、コロンではないと、スラッシュが使われています。ですからスラッシュに直しますと。さあこれでもう一度ビルドしてみましょう。戻り値が無視されました。 fscanf、 これうまくいったかどうかを確かめないで大丈夫ですかっていう、そういう警告なんです。ただここはいいとしましょう。警告はね、これはね、はい、あとはここのアットマークですね。ご質問ではこうです、アンダースコアになってますよ。なのでこれはこう書き換える。これで出来上がりですね。実行しましょう。はい、はい、出来上がったアウトテキストファイルの内容です。いい感じですよね。
これと合ってるんじゃないですか。合ってますね。はい、以上で出来上がりました。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。ではこれで終わりたいと思います。C 言語の勉強頑張ってくださいね。